先生、どうした？勉強したくない子供を持つお母さんへ一言。え、はっきり言っていい？はっきり言っていい。塾の先生の立場から言うと、こう見れば親が分かるっていうぐらいなので、その勉強をしない子供は誰の責任にあるかっていうと、まあ、僕は親の責任になると思います。まあ、だからといって勉強をしなさいって叱りつける親がの中で、あのできてる生徒っているためしかないと思うので、まあ、要は勉強以外に楽しすぎるものっていうのが他にあるから勉強しないんですよね。うん、だからまあそれを全部取り払えばいいんじゃないかなと思います。だから俺とかはゲームに一回もハマったことがないんですよ。それはなんでかっていうと、 DS は買ってもらったんだけど、 DS の一番最初のソフトは柔らか頭軸って言ったんだよね。そんなハマるんじゃないんだよねそう、だからそうするとじゃあ DS ってつまらないものだよねっていう風に子供は認識としてなるから、 DS はもうやらないっていう風にね、制限すればいいんじゃないかなと思います。でも買い与えちゃったよみたいな人はね、もう思う存分遊ばせてから勉強すればいい。じゃあ、やめがなりました。授業終了です。